はい、実況させていただいてますシロックマンです。よろしくお願いいたします。今日はねバットマンですね、ファミコン版ですけども、こちらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あれ音量が上がらないぞ。いや、これアクションゲームなんですね。横スクロールでね、こんな感じでね。ここでこうやって行けるんだ。あ、何もないか、ここは。うん、こんな感じのね、アクションゲームなんですよ。なんか忍者龍拳伝っぽい感じですよね。これでもう次のないね、次の1の2。あ、しまった、地雷やな今の。あ、しまった、こうやってね。で、ここはこっから行った方が楽なんですよね、これ。ここね、こうやってこうやって忍者龍拳伝みたいな感じでね。武器をね、チェンジできるんですよ、いろいろね。で、こんな感じで武器をね、場面場面で選択してね。やばい、ダメージ受けた。ボスですね。一面のボスですね。まあ、こいつもね、まあ、ここにいればいいんですよ。ここね、安全地帯で。うん。あ、そうか。武器はあれ、チェンジしとかなあかんね。この時に当てるんですよね。ここでいいや、ここで。はい、倒した。これで1面クリアになりますね。これ2面です。おお、出た、神曲。神曲ですね。これね。この辺からちょっとね、2面からまあまあ難しくなってくるんでね、難易度的に。危ない、これだったら、これ、こっちやったかな。あ、こっちでいいのか。これはもう、これやね、これで倒したらいいな。よいしょ、よし、こうね。
あ、しまった。何やっとんねん、おい。で、ここはこうやって、あ、しまった。あかんな、食らうな。昔より下手になってるわ。どうしようもないわ。あかん、やばいやばい、死ぬ。危ねえ。1の2の3かな、これ。とりあえずこれ死ぬな。ヒットポイントないからね。うわ、これは、おお、危ね。これは難しいぞ。あー、死んだ。2の2か。音楽すごいいいけどな。いけた。よしよし、これ登っていくんですよね。こうね、うまいことね。あー、しまった、これやってもだ。忍者流剣伝似てますよね。こういう感じがね。よし。これはこうやな。よし。で、ここもこう。うわ、でも当たるな、あれは。あるか。これ銃の方がいいな、確かに。あ、でもこれ硬いからな。何回当ててもなかなか倒せないから無視しよう。あ、しもた。食らう、これは食らう。ヒットポイントあらへんな。これは武器やな。あかん、これでいいや。おお、あんなん読めるわけないわ。ここや、凍れるんか、これ。これ難しそうやな。もう一目と一しかないから。やっぱりな。あ、こっからか。あかん、食らうわ、あんなの。あかん。いつもこうやって食らってんな、おい。よし。よしよしよし。
食らってもうた。あかん。そろそろボスちゃうのかな。これボスやね。これが強いんですよね、めっちゃ。あ、しまった。あかん。これ強いな、絶対。あ、厳しい、こんな。うわ、難しい。これ、どっからやろ。こっからか。あ、これ、食らうな、どうしても。食らうな。あかん、食らう。あかん。あかん、クラウンないだろ、せも。これどうやって倒すんやろ、武器やな、これ絶対。よしよし、あと真ん中。分かんな、狙いどこが難しいな、これ。これでもいいか。当たらんな。タイミングが難しいな、当てる。あーか。まだこっから。あれ、武器ない。なくなったん、武器。パンチであれ倒すの？厳しいなぁ。こういうことか。おお、倒せた。よしよし。3面ね。うわ、何こいつ。うわ、強え。めっちゃ強えやん、これ。あ、もう無視無視。無視できないの。強え。うわ、まだいる。いきなりめっちゃ強い死闘やん、これ。これ使うか。あ、これ使った方が勝てる。ああ、食らうのか、あそこ。あかん。こういうことか。うわ、またいる。あかん。うわ、こんなん無理やわ。激ムズやんか、おい。じゃあもうこれで。はい。終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いいたします。